東北電力さんの私寄り添う e ネットの方に加入してます。こちらの方は使った分のポイントバックっていうのがありまして、まあこれに入ってるとですね、あと自分のライフワークに合った電気の使用プランっていうのがありますので、使わさせていただいてるんですけども、今現在は400ポイントしかないんですが、もう前回ですね、ちょっと交換の方、そちらの方、手続き終わりましたので、ポイント交換は終わったんですけども、パソコンが不慣れだと入りづらくてですね、4、5ヶ月後にそういったポイントが溜まって、交換できるっていうふうな、そんな感じなので、どうしてもね、忘れちゃうんですよね、その手続きが。これで私2回目だ、多分2回目だと思うんですけども、手続きがちょっと忘れちゃったので、まあ、そういった方もいるのかなと思いまして、その手続き方法を、まあ、私もやりながら、またご紹介していこうかなと思ってます。で、まず、寄り添う e ネット、こちらの方に入りまして、まずは、ポイントに入りまして、ポイントを使う、こちらをクリックしますと、こちらのポイントサービスっていうふうな、項目に入っていきます。で、こちらの方も同じくログインします。そうしますと、寄り添う e ポイント、こちらの方の窓口行きましたら、ポイント数で選ぶっていうふうな、一応書いてありますので、こちらの方でずっと見ていきます。まあ、2000ポイントあるんであれば、こういったものと交換できますよっていうことなんですが、私はまあ、商品ではなくて、下の方に行きますと、これですね、電子マネー、こちらの方、共通ポイントに変えることができますので、まあ、和音が好きな人は和音で、あとは、7個好きな人は7個、アマゾン好きな人はアマゾン。で、こういった形で、交換できます。まあ、もちろんポンタもありますね。で、私の場合は7個ギフトを選択、してありますので、で、7個ギフト、こちらの方に行きます。ところが、私は、今は、400ポイントしかないので、ここにポイントが不足してます、なりますが、これが500ポイントであれば、500円の、商品券を受け取ることができますので、そこでクリックしまして、手続き。まあ、手続きって言っても、クリックして OK を押すぐらいの話なんですが、それをやっていただきますと、メールの方で、そうですね、1週間ぐらい、後にメールが来まして、手続きが完了してますので、その以降の手続きをしてくださいのような、そういったメールが届きますので、届きましたら、また、寄り添う e ネットの方にログインしていただいて、こちらのページから、寄り添う e ネットのこのポイントを使う、クリックしていただきまして、またログイン。今回は、この交換履歴を見る、アイテムを受け取る、こちらの方をクリックします。クリックしますと、前回お願い、私前回4つ、500円を4、4つですね、まあ、2000円分を交換したんですけども、前回交換したのがこちらに、交換をお願いしたのはこちらにも届いてます。これギフト券500円が4つで2000円分、こちらの方が届いてます。メールで手続き完了しましたっていうふうなのが来ましたら、これを受け取ることができるので、こう来ましたら、ここですね。業者 URL。これ、7個の、URL なんですけども、こちらの方に入っていきますと、こんな感じのメニューになります。これはログインするんですけども、をクリックして、7個カードの、これですね。これを入力していきます。そうしますと、7個の方の会員ページに、入っていきますので、ここで、7個ギフトを登録。まあ、こちらでも、こちらでもいいんですけども、まあ、じゃあ今回はこちらと押してみますか。こうしますと、こういった形の、ページに入りますので、同意する。そうしますと、さっきのですね、この登録済み。これが、東北電力から来た、ページなんですけども、
発行済みコードっていうのがもう一人でにここに入力されます。ここで確認画面。もう私は登録したので登録済みですとなりますが、こちらで下の方に OK がなんか確かあったと思いますので、それを押しますと完了という形になります。まあ私はもう押しておきますので、もうすでに完了となってますけども、こちらの方で、登録が完了するということで、で、受け取りの方の可能日、3月、10日の日にやりましたので、3月11日、からもう受け取りができるということで、セブンイレブンでも、ヨークベニマル、あとはまあコンビニの ATM、まあそちらの方に持っていって、お金の方に変えていただく作業をしていただけば、まあ私はいつもセブンイレブンのところに行きまして、レジの方でお金の方に変えていただく作業をしていただければ、受け取りが完了となります。まあ慣れれば、大丈夫なのかな。でも私もあと6ヶ月ぐらいしたらまた忘れちゃってるかもしれないので、まあせっかくなんでちょっと動画の方に撮っておこうかなと思いまして、まあぜひ、やってみていただければなと思います。